大地川橋大地川橋は埼玉県秩父市大滝の荒川に架かる秩父市道大滝幹線4号の道路橋である。すぐ上流側に秩父市道大滝106号の上、石橋が架かる。本校では大地川と荒川の合流点付近に位置する上、石橋についても触れる。大地川合流点に架かる上、 石橋と仮設橋荒川河口から1 4 1 1トルの位置にかかる大立原地区と大地川地区を結ぶ橋で荒川右岸から大地川右岸沿いを通り太陽寺付近を起点とし三方神社がある三部山へと至る森林管理道大地川線着工1995年春光2003年11月3日開通総延長1 2 0トル。 絵のアプローチとして機能しているほか、大地川地区や大日向田地区の生活道路となっている、指道の橋である。橋長28.3メートル、総福院5.1メートル、有効福院4.5メートルの一景間の単純後半桁橋の永久橋である。水面からの高さは20メートルである。上流側の橋桁に水道管が併設されている。 橋は両岸とも急傾斜地で周辺の道路よりもやや低い位置にかけられているため、取り付け道路は斜面に沿ってクランク状の線形を有している。路線バスなどの公共交通機関の通行経路には指定されていないが、左岸側橋詰めの国道140号に西部観光バスの太陽寺入り口停留所がある。大地川橋の500メートル上流の141.6キロメートルの 位置にかかる上石橋は荒川の右岸側に位置する大洞第一発電所や石灰の採石場への交通の便となっている橋で橋長25.2メートル、総福に4.4メートル、有効福院3.7メートルの位置計の単純後半桁橋の永久橋である。高欄はコンクリート製である。また、右岸側は位置計のコンクリート橋に接続されている。 すぐ下流側で大地川が荒川に合流する地点があり、大地川に対し大地川橋よりも上石橋の方がより近くに位置している。また、下流側に密接して上石橋より高く、福音がやや広い施設の仮設橋がかけられている。公共交通機関の走行経路には指定されていないが、左岸側の橋詰めに西部観光バスの 大洞発電所入り口停留所がある。上石橋の橋長25メートルは、荒川の源流部に該当する入線を除くと、荒川本流において、右岸側と左岸側を直接結ぶ橋としては、最も長さが短い橋でもある。大正末期の木造橋の初代大地川橋。竣工した源大地川橋。左端に二代目の橋が見える。大地川橋の 大地川とはこの付近を流れる川の名前で、その大地川の名前の由来については、平の真っ盛土伝説にちなむものである。大地川橋が架けられるまでは周辺に橋は架けられておらず、川を渡るには上流側の現在の上、石橋付近の山中へ迂回していた。大正末期に、初代の大川橋が両岸の岩の上に境内を構築して、簡易な欄干を当てた木造の、 片杖橋として架けられた。佳橋地点は国土地理院の昭和4年用を治む昭和22年1月30日発行の地形図1万三法によると現在の橋の上流側現在の国道140号の大田地元水道の秩父川出口付近であった。この片杖橋は後に2代目の橋として吊り橋に架け替えられた。川幅の違いから規模は異なるが 旧白川橋に似た構成で鉄骨で組まれた鋭角な四角水状の形状でトラス構造の主都を持つ単形間の橋で側景観は有していない。桁の両側に台風策及び台風施策と呼ばれる桁の横変位とよじれを抑制するための高ケーブルが設けられている。また、橋の右岸側より続く大内川沿いの道路は1932年開通した。 この吊り橋も老朽化したため、埼玉県秩父土木事務所が事業主体となり、総工費786万円を投じて1963年11月より工事が行われ、同年度内までに、急橋のすぐ下流側に、現在の後半桁橋の永久橋に掛け替えられた。橋の開通式は1964年9月5日に、挙行された。休暇は開通後に撤去され、 両岸に、兄弟跡が移行として残されている。2018年に、大地川橋の再塗装工事が実施され、2019年度に、大地川橋の補修工事が実施された。上石橋は1960年に竣工した大洞、第一発電所の建設に伴い、永久橋の大地川橋よりやや早い時期の1959年に永久橋として、 大地川橋の上流側の位置に架けられている。工事者は、橋歴盤より、田月公務所、田畑公務店、及び、株式会社、引間鉄工所となっている。竣工当時は、大滝村に係かる、大滝村管理の尊道の橋であったが、2005年4月1日の合併により大地川橋と共に、秩父市管理の橋となった。橋の主義谷に腐食損傷が見られるので、 その箇所の補修や橋の再塗装が望まれている。大地川橋より上流側を望む金倉落としの渓流。周囲は秩父玉街国立公園の公園区域である普通地域の区域に指定され、秩父帯と呼ばれる約2億年前の地層を有した山間部の険しい V 字国となっている。大地川橋の上流側で 荒川の支流である大地川が右岸側に合流し、その合流点のすぐ上流側に上石橋がかかり、その周辺の斜面には石灰の鉱山が点在する。大地川橋の左岸側周辺に展望スペースや駐車スペースなどが整備され、2010年の綾の国景観賞を受賞している。また、周期は橋周辺のほか、すぐ下流側の金倉落としの経流とともに、 紅葉の穴場でもある。金倉落としの金倉とは、当地で遭難した人の名前で、両岸が断崖絶壁の交通の難所である。毎年周期には、東橋にてサイクルイベントが開催されている。ありがとうございます。